おはようございます。君たちはなんで朝一回勝負するの？よいしょ。そして仲良くなるの、そうやって。ポンちゃん偉いね。ポンちゃんはいい子だよね。優しいね。ジャン君、ポンちゃんって優しいね。はい、おはよう、ジャン君。今日はこのブラシ、猫の尻尾みたいなやつ。可愛いね。あ、もうほとんど保護色になってる。これは毛を取るっていうよりはなでなで用だね。マッサージだね。気持ちいいんだね、きっとね。はい、頭気持ちいい。はい、気持ちいいね。気持ちいいじゃんかね。はい、じゃんか。お、ポンちゃんも来る？はい、マッサージです。あ、ポンは来るんじゃなくて、あそこが空いたから。はい、じゃんかね。気持ちいいんだね、やっぱり。うん、ねえ、ちゃんってことはこれはもうあのたわしだから、うん、たわしでいいんじゃんね。よいしょ。はい、しましまのたわし、ポンちゃんにも使ってみます。うん、やっぱこのブラシというかたわしは違和感全然ないみたいだね。にゃんこの手作りしてるみたいな感じ、ね、近いんだね、やっぱりね。じゃあマッサージが必要な時はこれでやります。ジャン君からの、はい、おひなさま。なんか、どうした？ポコナじゃないのって言ってるの？結構は5月5日のやつね、飾るからね、ほらね。ポンちゃん、トントン。はい、ポンちゃんのひな祭り。ポンちゃんにピントが合いにくい。ここ、はい、ここでいいです。さあ、ひなあられっぽいやつからずっと来て、全部おひな様の、なんだっけ、女性の方のおひな、おひな様は女性の方か。お代理様が男。おひな様と三人官女だよ。あ、そういうことにしてんのね。うん。あ、柄が違うのか。柄違う。あ、本当だ。ちゃんと三人官女もあの持ってるものが違うんだよ。そういうことなのね。うん。僕はまた女性ばっかりいっぱいになっちゃったの。違うって言ってるよ、ポンちゃんが。そうですか、そうですか。はい、おやすみです。